攻防になるとあのタックルに自信のある山本選手はあの深く踏み込めるんですけど、はい、いやいや亀選手はテイクダウンでかなわない左右膝をついた亀田正史待っています選手がどこがポイントにあるのかって見てみたいですよね。